はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、茨城県にございますこちらラーメン味噌人さんにお邪魔しております。こちらのお店さんは名前の通り味噌ラーメンがね、いろんな種類ありまして、もうめちゃめちゃうまそうなんですよ。大食いの動画をよくご覧になられている方は知っている方も多いかと思うんですけれども、先日マックスさんなんかもすり鉢を2つでめちゃめちゃな量を食べてたんですよ。でそれを見てね、もうどうしても行きたいなと思って本日はねお邪魔させていただいたんですが、今回いただくメニューはもちろん推しの味噌のラーメン、そちらとチャーハンや白飯ね、味噌ラーメンにねぴったりと合うご飯もの2種を添えてこうねドンと大きいものをいただこうと思っております。メニュー表はこんな感じですね。この担々味噌や芳醇味噌ラーメンと、それにもちろん醤油や塩もありますし、餃子、それにチャーハンと、でここら辺なんかもね、いろいろセットメニューなんかもありまして、ここら辺のねデザートなんかも結構豊富にありますね。で店内なんかはもちろんカウンター席もございますが、テーブル席もかなり多いので、お一人様だけでなくファミリーのお客様でも気軽に来れるような内装になっております。でもうねとりあえず注文の方はさせていただいておりますので、メニューの方が完成するまでもう少々ね待ちたいと思います。ということで、ただいまねメニューが到着いたしました。こちら芳醇味噌ラーメンと特大のチャーハンにライスと、もうね、コンボイのセットをいただきました。もうものすごいうまそうな匂いしてるんで、早速ね食べ進めていこうと思います。いただきます。やっぱりひとまずねこちらの味噌のスープからいただきましょう。いいよ。あ、濃厚。スープ自体ねかなり濃厚で、かつ何より動物系かな、旨味がねすっごい、芳醇の意味がわかるスープですね。いや、このスープは間違いなくご飯に合うよ。ちょっとこれ麺をいきたいんだけど、トッピング食べなきゃダメだなこれ味玉もいい感じにこれ仕上がっておりますよね。トロトロ、うまっ。ちょっとこれさ、ずっと見えてるこの炙りチャーシュー、これライスと一緒にいかせてください。いや、この厚み見て、もうさほぼステーキよ、ステーキ。ちょっとこのお肉をスープに浸しまして、ライスとこれですよ、これライスとチャーシュー、うまそう。いただきます。レンズが曇る曇る。よっこしょ。いただきます。だもちもちでうま。この濃厚な味噌のスープ絡みまくり。チャーハンも行っちゃっていいですか。チャーハンがね、でかいのよこれ、とんでもないサイズ。パラパラでうまっ。しっとりしてるけどパラパラ系、一番うまいやつだ。
れですよ、これ見える？ピンときてる？いや。やっぱりチャーシューも増せるみたい。これは絶対増した方がいいね。このチャーシューうますぎる。やっぱり改めてうまいもん食ってる時幸せですね。来た瞬間から察してはいたんだけど、頼みすぎたかもしれない。どれもご飯に合いますね。スープも合うし、麺も合うし、まあ土地柄なのもあるんですけど、本当にこの茨城でこういうねっとり濃度のあるちゃんと濃厚な味噌って絶対受けますもん ね。これ喜ぶお客様結構多いでしょうね。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや本当にいいですね。こうやってね、もう本当にこうやって茨城とか栃木とか群馬とかね、僕は本当に北関東が大好きな理由が、人情ね、人間味がねすごく素敵なんですよ。思わずね撮影忘れて話しちゃうっていう悪い癖なんですけどね。いろんなね、味噌を使ってこの味噌専門店営業しておりますので、この1店舗だけで全国の味噌が味わえるところ、ほんと素敵なことだと思う。これはね、通いたくなる。次は最強味噌、絶対に食べに来る。食べたい。チャーハンいっちゃいますか。そしたらこちらね、お店さんのご厚意でいただいた味変アイテムでございます。辛肉味噌らしいんですよね。これめちゃめちゃうまそう。ちょっとね、こちらのラーメンの方にこの辛味噌を溶いていきたいと思います。あー、いいなこれ。あー、ひき肉絡んでていいねこれ。絶対うまいね。味もいい。合うね、めちゃめちゃ合うねこれ。これまた食が進むわ。そしたらね、これラストですね、具材、卵と残った白いご飯でいかせていただきます。はぁ、めちゃめちゃうまかった。ごちそうさまでした。
ということで、ただいまね、ラーメン味噌人さんで、このどでかい芳醇味噌ラーメンと、どでかいチャーハンに白飯をいただいてまいりましたが、もうね、どれも美味しかった。先ほどもご説明した通り、このね、芳醇味噌以外にも、いろんなね、味噌ベースのラーメンがありますんで、ちょっとね、改めてこちらのお店に来て、いろんなね、ラーメンの種類味わいたいなと思いました。ぜひね、皆さんもこちらのラーメン味噌人さん、気になった方は、お店でね、好きな味噌ラーメンを注文して美味しくね食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。